岐阜赤をお送りしております、はい、続いては視聴者さんからの生告知コーナーです。このコーナーでは番組視聴者さんからイベントやお店の情報などを紹介していただきます。今回は一組の方に告知をしていただきまして、告知時間は同じく5分間ベルの音を使って残り時間をお伝えしていきます。さあ一組目の方、スタジオにお越しいただいております。それでは一組目の方、行ってみよう。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。お願いします。では自己紹介をお願いします。はい、中部電力パワーグリッド株式会社岐阜営業所サービス課の荒川壮太です。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。すごく爽やか、うん、今日はどんなお知らせをしていただけるんでしょうか。はい、2つお知らせがございます。はい、1つはこの冬の節電に関するお願い、うんうん、もう1つは切れた電線による感電の防止のお願いでございます。はい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 、はい、まずはこの冬の電力需給の見通しか、はい、それと、まあ、感電に関するお話ということが大事なこと、節電に関するお知らせです、はい、大事なお話ですよね。そうなんです。なので、まずはその見通しから教えてもらってもいいですか。はい、はい。この冬の厳しい電力需給に対応するために政府は全国のご家庭や企業の皆様を対象に12月1日から、無理のない範囲での節電要請を始めました。はい、こちらのフリップをご覧ください。何でしょう。この冬の電力需給は供給の余力を示す予備率が全国すべての地域で安定供給に最低限必要な 3% を確保できる見通しです。中部地域を含む西日本エリアの広域予備率は最も厳しい1月においても 5.6% となっています。ただ強い寒波での気温が低下した場合などに電力需要が想定を超えて増加する恐れがあるほか、設備の予期せぬトラブルによる供給力の減少、ウクライナ情勢の影響などにより燃料の安定調達に懸念があるなど厳しい状況が続いています。このため皆様におかれましては3月31日までの間、無理のない範囲での節電にご協力いただけますようお願いいたします。いや確かに私ももうここ最近暖房とかも手放せないなって、思いますが、大事な話だやっぱり。そうですよね。ちなみに何か中部電力さんで対策をされていることなどはあるんでしょうか。はい、中部電力グループでは電気の安定供給に向け発電所や送変電設備の重点的な点検保守を確実に実施していくとともに、長期計画停止中の火力発電所の運転再開や予備率低下時に火力発電所の出力増加を行うなどあらゆる対策に取り組み安定供給に万全を期してまいります。はい、いろいろと中電さんでも行っていただいているということで、よくやって、もう子供の頃って結構停電したけど最近あんまりないしね。そうですよね。本当に電力会社さんのおかげでもありますよね。頼ってばっかりでもいられないんで、僕らやれることってあるんですかね。はい、省エネ節電ポイントについてご紹介いたします。はい、まずエアコンです。暖房時の室温は20度を目安にする。カーテンを閉めて保温効果を高める、扇風機などを使って温まった空気を循環させるなどがございます。また必要に応じて換気も心がけてください。はい、次に冷蔵庫です。熱いものは冷ましてから入れる。冷蔵庫の開け閉めを、短くして無駄な、時間を省く、冷蔵庫の中身を整理するなどがございます。次に照明についてです。長時間部屋を開けるときなど無駄な明かりはこまめに消す、長時間使用するところは消費電力の少ないものに交換するなどがございます。いっぱいありますね。いろいろね、できることはありますね。皆様には大変なご不便をおかけいたしますが、改めまして12月1日から3月31日まで無理のない範囲で節電にご協力をお願いいたします。なおその他の節電ポイントについては中部電力グループのホームページまたは経済産業省の省エネポータルサイトをぜひご覧いただければと思います。わかりました。めっちゃめちゃあったね、生活の中でできる。そうですよね。改めておさらいしたいなと思いますが、そういったポイントの他にも例えばこの電力がどれくらい逼迫しているのかっていうようなものは何か見てわかるものはあるんでしょうか。はい、こちら弊社のホームページで中部エリアにおける供給力や電力の使用状況をお知らせする電気予報を掲載しております。日ごとの電力使用状況や電力供給量を表示しており、緑色が安定した状況、黄色がやや厳しい状況、赤色が大変厳しい状況となっています。
日々の需給状態の見通しが分かりますので、ぜひご参考にしていただければと思います。うん、色で分かりやすい、ね、パッと見て、ね、分かるし、はい、社会の一員って感じがしていいよ ね、 そうですね。これね、ではもう一つの積雪時にこう切れた電線、これの、まあ、あの感電の防止について大事なお話ですね、聞かせてください。はい、本格的な冬に入り、まあ、寒くなってまいりました。うん、この時期になりますと積雪などにより樹木が倒壊し電線が切れて停電することがございます。見たことあるこれ。こちらは電線が切れて地面に垂れ下がっている写真です。まあ、電線は切れたとしても電気が通っている場合がございます。手で触られたりしますと感電する危険もありますので絶対に触らないようにお願いします。うん、このような場所を発見されましたら、うん、電線には近づかず最寄りの中部電力パワーグリッドへご連絡をお願いします。うんうん、連絡先はホームページからも確認することができます。切れた電線の復旧は積雪箇所並びに倒壊した樹木を取り除いてからの作業となり、復旧まで時間を要する場合がございます。寒い中での停電で大変ご迷惑をおかけすることもございますが、ご理解くださいますよう何卒よろしくお願いいたします。こんな大変なことしてたんだ。本当ですね。それでも復旧早いもんね。そうですよね。ただ、うん、あの先ほどの電線が切れるっていうのは、うん、例えばこうスキーに行く途中とかで見かけることあるなと思いましたし、子供とかだと触っちゃうかもしれないので、興味でね、ね、あの今見ていらっしゃる親御さんもぜひお子さんに伝えてもらえたらいいなって思いましたね。うんうん、ありがとうございました。では最後にテレビをご覧の皆さんに改めてメッセージをお願いします。はい、弊社では皆様に安心して安全に電気をお使いいただけるよう努めておりますが、自然災害などの影響により停電することもございます。停電した場合はできるだけ早く電気をお送りするよう努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力いただきますようよろしくお願いいたします。はい、大切なお知らせを荒川さんありがとうございました。ありがとうございました。いや本当だよね、もう日々のことすぎてもう忘れてることばっかやったけど、なんかそう、でもエアコンのこととかも耳が痛いなと思いながらですけど、こう風を回すっていうこともね、できる工夫のポイントなんですよね。寒い寒い言っとるだけやし、うん、なんか着るとかね、そうですよね、羽織とかね、うん、はい、します。あの冷蔵庫も年末いっぱいになると思いますが整理しましょうということでした。痛い。また生告知コーナー年明け以降も行っていきますので、引き続き告知をしたいという方は CCN のホームページからお待ちしています。そして YouTube チャンネルでも生告知コーナーチェックしてください。